舗のリニューアルオープンしたばかりなんですよね。はい、ワクワクしますよね。お店が綺麗で、はい、ランニングシューズの本当に紹介としてもう10年以上やってるスタッフで、遅刻しそうな時とかもこれ一足あればなんとかなります。こんにちは、日本一走るアナウンサーの長谷川智香です。今回はショップ店員が自腹でも買いたいマストバイアイテム参戦ということで、スーパースポーツビクトリア池袋サンシャインシティ店にお邪魔しています。今日アイテムをご紹介してくださるのはおなじみのシューズスペシャリスト田中さんと、はい、スーパースポーツビクトリア池袋サンシャインシティ店シューズスタッフの橋本さんです。よろしくお願いします。お願いします。こちらの店舗のリニューアルオープンしたばかりなんですよね。はい、池袋で駅からも近くて、アクセスがいいこととお店が広く商品がたくさんあるので、ぜひお店に皆さん来ていただければと思います。都心でこの広さでこの品揃えってなかなかね、珍しいですよね。何よりなんかこう新しいじゃないですか、はい、なんかワクワクしますよね。お店が綺麗で、そうですね、はい、なんかお買い物したくなるというか、はい、でもシューズも本当多くて、ね、はい、でもシューズのスタッフ本当ベテランさんなんですよね。そうですね、あのランニングシューズの本当に紹介としてもう本当10年以上やってるスタッフで、フルマラソンももう完走してサブ4も達成してますし、はい、説得力ありますね。そうですね、ウルトラも経験してるので、まあ、そういった経験もそうですね、はい、そこら辺からあのシューズいろいろこう多くのランナーにリピーターとして来てもらうという、はい、スタッフですね。何でも、ね、聞いたら答えていただけるはい、そうですね、はい、すごい。じゃそんな橋本さん、今日何を紹介してくださるんでしょうか。はい、今日はですねシューズを2点とあとインソール1点ご紹介させていただきます。では早速お願いします。はい、よろしくお願いします。では橋本さん、1点目のアイテム何でしょうか。はい、こちらです。オンのクラウド5です。こちらのどんな特徴があるんですか。まず見た目からして独特な形してると思うんですけれども、穴が開いてるところですね、ここが潰れて戻ることでしっかりクッション性を出してくれます。で穴が開いてるのでその分軽くもなるので、すごくこう走りやすいシューズです。これはどんなランナーにおすすめなんでしょう。はい、もういろんな幅の広い層で使えるシューズだと思います。ゆっくり走るのにもここがしっかりクッション性を出してくれますし、速く走る方でも柔らかすぎないので、速く走ってもそんなに違和感がないっていうのが、もういろんな方が使いやすい靴だと思いますね。でもジョグからもうレースまで幅広く対応してるってことですか。はい、すごい使いやすい靴です。そのランニングシーンだけじゃなくて、やっぱオンのシューズってその私服にも合うっていうところもまたいいですね。そうですね、はい、どんな格好でもありますし、このクラウドは5はかなりこうデザインがいいですからね。あの普段履きからも使ってる方多いと思うんですけど、あのちょっと見た目がねすごい最初あの見た時はこのゴム紐が、あの昔から走ってる人間としてなんか不安があったんですけど、はい、履いてみたら全然あのこう脱げる感覚とかもなくて、スピードも全然出せますし、トラック練習とかでも自分使ったことあるんですけど、全然問題なくインターバルとかもできます。まあ、あとはあのこう普段普段着のままちょこっとこれを履いてれば全然走れるので、ランニングの時もそうですし普段からも履いててほしい靴かなと思いますね。一足あると便利ですね。そうですね、あの遅刻しそうな時とかもこれ一足あればなんとかなりますいやもう本当にこれがあれば完璧だと思いますあ、そのね、急いでるそう、はい、と思ったら、うん、あ、クラウド5履いてないって、はい、間に合うってなると思うんで駅でも結構見かける一足だと思います。皆さん多分そのつもりでもしかしたら履いてる人いるかもしれない。足元見るとオン履いてる方いますね。そうですね、はい、スーツでもこれだったら大丈夫です。一人一足あるとね、便利ですね、はい、では2点目のアイテム教えてください。はい、2点目はこちらです。パカのボンダイ8です。こちらのどんなシューズなんでしょう。こちらも見た目独特なんですけど、すごくこう底が厚い、パカってこう底が厚いのでかかととつま先が上がってて、こうコロンと足が自然と前に進むような形状になってます。すごくふわふわした柔らかいクッションなので、ゆっくり走るのもそうですし、歩いたりするのにも使いやすいシューズになってます。すごくやっぱここしっかりしてるんでね、本当初心者ランナーにもすごく良さそうですよね。見た目はすごいインパクトがこれもあるんですけど、実際持ってもらうと軽いんですよね。これだけなんかボリュームがあって、はい、来るのかなと思いきや、軽いので、はい、全然走れる靴ですし、まあ普段履きにも人気ありますからね。はい、これね、一足履いてると足映えますよね。これ真っ黒なのがあるんですよ。うん、これですね。これです。これ普段履き良さそうですね。これ服選ばないんでいいですよね。うん、はい、私も一足持ってます。いろんな格好で結構合わせやすいので、うん、普段すごく楽なので、旅行の時とかこれ一足あるとすごい楽ですね。確かに歩きもありますもんね。はいはいはい、長距離走るのにも普段の歩きにもすごい使いやすいので、こちらもおすすめの一足です。うん、
じゃあウルトラとかいいかもしれないですね。はい、確かに、うん。では最後3つ目のアイテムを教えてください。はい、3つ目がセブのセブソウルフィットです。これは何でしょう。これなんだかよくわかんないじゃないですか、はい、ソウルなんですけど、はい、天然鉱石の分子がと金属を一緒に使うことでこうパフォーマンスを 100% に引き出しますよっていう。これ本当にすごいんですよ。靴の中に入れるってことですね、これを。そうですね、はい。こんな形のソールあるんですね。これね、すごいんですよ。これ どうすごいんですか。これはちょっと実際に体験してもらった方がいいかなと思うので、はい、ぜひ体験してもらいたいな。もうすぐ実感できます。はい、これで30分早くなっちゃいました、私。これだけでですか。はい、実はすごいんです。これちょっと知らなきゃ損ですよね。損ですね、はい、ぜひ、はい、やってみましょう。はい、やってみます。はい、ではまず手をこうしっかり組んでもらって、私ここ押すので、はい、まっすぐ立ってください。はい、押します。はい、いきますよ。はい、体動いちゃいますよね。なんか前に動いちゃいますね。はい、で今度こっち側に移動してもらって、はい、こっちセブソウルフィットが入っている状態なんですね。はい、でもう一回手を組んでみてください。はい、しっかり組んでくださいね。はい、押します。おー、全然動かない。そうなんですよ。もう一回いいですか。いきますよ。はい、しっかり押します。はい、そう、さっきよりも体重かけてるのに、すごい、まっすぐ立ってる。これだけバランスがちゃんと取れるっていうのは、やっぱり体の本来ある力を 100% 引き出すことができるっていう力です。これ確かに体感しなきゃ分かんないですよね。すごい。そうなんですよ。これがセブソウルフィットの凄さ。やはりこれ映像で見ただけじゃ多分わからないと思うんです。これ体感してみないとわかんないですね。そうですね。もう実際にお店に来ていただければ、うん、はい、もうスタッフが体験させていただくので、はい、それで多分分かってもらえるんじゃないかなと思いますね。なんか誰でもじゃあ体験できるってことですね。はい、そうですね。本当10秒とかで体験できるので、ぜひ体験に、ね、来てもらいたいなと思います。そうですね、はい、ちょっと不思議な体験を、ね、していただきたいですね。はい、はい、では今回も3つのアイテムをご紹介していただきました。どれもちょっと入ってね、走り出したくなりますね。軽くて高反発なオンのクラウド5、すごく柔らかくてハイクッションのコロンと転がる感覚で履ける、他の問題8、どちらも普段履きでもすごく履きやすいですし、ランニングももちろんできるので、一足あるとすごく便利なシューズだと思います。でセブソウルフィット、これもなかなか画面じゃ伝わらないかもしれないんですが、すごく不思議体験できると思うので、ぜひお店に来ていただきたいです。これちょっとね、体感していただきたいですよね。はい、なのでまあやっぱりお店に来ていただきたいっていうことだと思います。はい、ぜひお待ちしてます。はい、スーパースポーツビクトリア池袋サンシャインシティ店に来ていただければ、橋本さんの接客も受けられるということですよね。そうですね、はい、ぜひ来ていただいて、はいはい、実際にいろいろ試してもらえればなと思いますね。はい、ベテランのね、シューズスタッフさんね、いろいろ皆さん、これからまだまだマラソンシーズン続きますから、ぜひご相談していただければなと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ではこの動画を見て面白いなと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしています。次回もお楽しみに。